巷ではなんか YouTuber の収益が減ってる、 YouTube だけの最高月収でいうと広告収益がどんどん下がる可能性あると思うんですよ。はい、本日はですね、オワコン収益激減についてということでお話をしていきたいなと思います。いつもですね、僕洋服についてお話ししてるんですけど、今日はちょっと収益のところ、まあこれ好きじゃないですか、皆さん大体これ好きでしょ、こんな話をしていきたいなと思うんですけど、巷ではなんか YouTuber の収益が減ってる、なんか5分の1になったり10分の1になったりしてる、おい大丈夫ですかっていうことでね、その辺をちょっとセキララに単価なんかもお話ししていこうかなと思います。で、下がってる下がってるっていうとですね、どういう理論で下がってるかというと、再生回数っていうのは皆さん分かりますよね。下に再生回数1万回、5000回、まあすごい動画だったら100万回とか回ってる、かける単価になるんですよ。で、この単価っていうのが、例えば1円やったら 100万回回って1回やったら100万円ですよねと、この1本の動画で100万円、利益出ましたね、利益で売り上げ出ましたねってなるじゃないですか。で、この単価っていうのが僕の場合はだいたい 0.3 円ぐらいです。まあこんなこと言っていいのか知らんけども言いますけどね、 0.3 円ぐらいです。で、これが人によったら1円っていう人もいるんですよ。結構大人系のチャンネル、ビジネス系のチャンネルとかやったら、まあ、1円 1. 何円とか言ったりするんですけど、僕は動画がそんな長くない、まあだいたい長くても15分とか20分ぐらい、短い時だったら5分とか8分とかって感じなんですけども、まあそういうことによって単価が変わってます。で、よくね、視聴者さんから、いや広告もっと減らすよと、入れすぎって、もう広告も入れすぎてるとかって言っていただけるんですけども、僕入れてません。あれは Google が勝手に AI が入れてるので、ここで入れたらいいやろうなっていうのは勝手に入れてくれてるんですよ。だから僕一切ここに入れよう、ここに入れようって、死ぬほどたまに広告入ってる人っていますよね。あれ僕一切選べるんですよ。自分で入れるか、AI に任せるかっていうのはやるんだけど、そんなめんどくさいことしたくないから、僕は AI に全部任せるんですよ。だから僕に言わんといてください。それは Google に言ってください。まあコメント書いてくれたら Google の人見てるから、それでいいかなと思うんですけど、まあそういったことで、変わってきますよと。で、 0.3円って言っても、僕視聴回数あれそんな大したことないやと、卓造レベルやったらすぐ行けやと思うかもしれないですけど、僕マックスで、0.3 円は変わらずなんですけど、再生回数ってやっぱ結構回ったりするんですよね。ほんなら最高月収、 YouTube だけの最高月収で言うと、まあ、160万円ぐらいが過去に1回あったかなと思いますし、まあ、100万円超える時もちょこちょこあったりすることもあるんですけども、まあ、それ以外はね、もうほんまこんな波状態なんですよ。だから再生回数によりますっていうことで、まあこれ見ていただいたら分かると思うんですけど、大体冬場ですよね。この顔で喋ってんの、あ、またこの時期来たわと思って、だいたい冬になるでしょ。ってことは冬場にガッと再生回数も上がるんですけども、まあ、そういったことで、いろいろとまあ再生回数があって、マックスが160万円ぐらい、単価で言うと 0.3 円ぐらい。だからイメージで言うと分かりやすいのが、こっちに出てる自己紹介の動画ありますよね。で、自己紹介って僕16万、17万回、18万回ぐらい回ってるんですよ。で、この動画の、収益っていうのが、なんかみんなこれあんま言ったらあかんとか言って、なんかリンゴに例えたりとかする人いてるけども、じゃあ僕は何に例えようかな、例えない、25,475円って書いてあったんですよ。2万5000円ぐらいなんやと、まあ、18万回ぐらい回って、そんなもんって言ったら、ほんそんなもんか、まあよくわからないけども。で、似たような動画もあったんですよ。企画動画って言って、やべえ偽物、ノースフェイスの本物と偽物をこうやって並べてるね、ビレイヤパーカーの比較があったんやけども、それが18万回ぐらい、全く同じぐらい回ってて、収益が55,375円、55,375リンゴやったんですよ。で、それ倍ぐらい違うじゃないですか。だから同じ動画の、再生回数なんやけども、もうそもそも単価が違うよとか、まあ、そもそも単価が上がってきてるかもしれないですね。僕が自己紹介とったら2018年の話だから、あの時まだ単価低かったけども、まあ、今やったら 0.3 円ぐらいまで僕は上がってきたと。まあ、去年一昨年ぐらいからそんなもんかな、2020年コロナぐらいから、まあそのあたりをずっと推移してるって感じなんですけども、そういったことで大体それぐらいになってると。ただ YouTube っていうのは基本的に新作を皆さん求めはるから、以前出した動画もう一回見てくださいって言ったら誰も見てくれないんで、まあ、新作をずっと続けていかなきゃダメなんで、まあ、すごいハードな、ね、職業ではあると思うんですよ。で、僕もね、これ実際今見てもらってる動画って、編集チーム、僕の卓造編集チームって優秀な人3人出て、その人らのおかげで成り立ってるわけなんですけど、どんどんまあ量産していってても、まあ、ただ YouTube の、ね、いいところっていうのが、僕一回再発したんですよ。うつ病、まあ、こんなペチャペチャ喋ってて、お前まだうつ病を名乗ってんのかって感じだけど、うつ病なんですよね。今でも薬毎晩飲んでます。朝と晩飲んでるけども、そのうつ病が再発したのがあって、2019年ぐらいだから、 YouTube 始めて1年ぐらいした時に再発したんですよ。で、うわ再発して YouTube 動画上げられへんぞと、これちょっとやばいぞってなって、動画上げてないのにもかかわらず、だいたい前の教員時代30万円ぐらいもらってたんですけど、まあ、それぐらいは入ってきてたんですよ。で、なんでなんかなってなったら、過去の動画が回ってるんですよ。去年出した動画が回ってて、それでお給料が、お給料っていうか、まあ、その報酬が入ってたっていうことがあったんで、まあ、ストックビジネス
スといえばストックビジネスなんかなという一面もあるんですけども、まあ、ただ新作は出し続けないといずれこう落ち目は来るので、まあ、どっかで新作出してこう保っていかなあかんっていうところはあるんですけども、まあ、そういったことでね YouTuber の広告収益のお話になっていました。だから再生回数が減るもしくは単価が下がるってなれば収益は絶対下がってくるので、まあ、僕の場合は今のところ単価は変わってないので再生回数は自分で頑張るもんなんですけど、まあ、それでね、踏まえて最近ショート動画とかもやりだしたりしてショート動画を作ってくれる人がいてるのでショート動画依頼してやってるのでこれがねまた順調に伸び出してるのでね、まあ、ショート動画頑張りたいなと思ってるんですけど、いやそんな YouTube きついのようやるなって思うじゃないですか。で僕も思います、きついのようやってるなって思うんやけども、それはね今後もね YouTube って広告収益がどんどん下がる可能性あると思うんですよ。でなんでなんかっていうとやっぱり広告をもらう人が多くなる、要は、発信者が、まあ、さらにまだ多くなってくると思うんですよ。今後例えば元ノースフェイスのデザイナーとかね、モデルさんのノースフェイスの動画みたいな感じでいっぱい出てきたりしたらもう僕なんか埋もれてくるから、埋もれるんですけども、まあ、それでもねやる意味ってあるかなと思ってて、何のためにやるんかと、まあ、これほぼ無料になってもやる意味あると思うんやけど、まあ、なんでなんかっていうとやっぱり認知がね非常に取れると、僕のこと今まで全然知らんかった人でも、北は北海道、南は沖縄まで、まあ、ともすれば海外の人もね、僕のこと知ってくれてたりするっていうのはほんまこう YouTube のプラットフォームのありがたさなんですよ。だからねやりたいことをやるっていうところもできるし、まあ、逆を言うと再生回数に追われるっていうね YouTuber さんもいてはると思うんですけど、まあ、僕の場合はどっちかというとやりたいことをやっていきたいので、事業の方でそれをやらせていただいてるんですよ。で事業何してんのっていうとアパレルブランドを展開してジャパンメディアって日本製しか扱わへんジャパンメディアをやってたりとか、あとは動画代行サービスっていうね立役者っていうその業界の一番トップになってほしいということで、競合に負けないように、動画をどんどん僕の編集チームが編集して、で僕が知ってるノウハウを伝えたら YouTube 絶対伸びるんでもう負けないじゃないですか。だからどうやったら、まあ、負けないですよ、どうやったら勝てますよっていうのを、サポートする事業もやってるし、それ以外にあとパーソナル診断、自分のこういう顔の形と か肌の色によって髪型実はこういうおでこ上げた方が似合うんですよとか、実はパーマがあなたの顔似合わないんでやめた方がいいですよとかっていうのってもうその理論に基づいてあるんですよね。だからその縦型やからとか丸型やとか関係なく、その目の形、鼻の形で肌の色によって何が似合う似合わへんっていうのもあったりするんで、まあ、そういうのを資格を取ったりとかして、そういうのを診断していきたいなと、いろんな人をね。で自分は自分でもう分かってるから、僕の似合わないのっていうのは基本的にストレートのロングとか、あとそれ以外には短い髪型っていうのは似合わないんですよ、顔の形的にね、目とか鼻とか。だからそういうのはやらへんし、まあ他の人もねそういうのサポートできたらいいなと思ってやってたりとか、あとまあフルオーダーのスーツっていう事業もやろうと思ってて、スーツって言ってもなんていうの、僕もスーツ何着も作ったことあるんですけど、オーダーでねパターンオーダーで作ったことあるけど、フルオーダーってなかなかないじゃないですか。でフルオーダーって安心できるところとか信頼できるところで多分やりたいと思うので、まあパターンオーダーでは今まで満足できんかったと、なんかちょっと微妙やと、なんかせっかくはしまってるけど2ヶ月ぐらい経ったら体変わってるしなとかね、1ヶ月ぐらい経ったらなんかこう微妙やったなってなるんやけども、ちゃんとフルオーダーで仮縫い状態で、1ヶ月に1回また来てもらって合わせたりとか送って合わせたりとかして、ほんまにジャストにその人に合った骨の形から合わせていくっていうフィッターさんが僕いてるんで、外注さんなんですけど、でそのフィッターさんと一緒に、そういうのもやっていきたいなと思ってるし、あとまあ事業ではないんですけど、例えばこう企業案件とかね、あとアフェリエイトとか、まあ、そういったところで収益を上げるっていうのも一つはあるんですけども、まあ、とにかくそのお金云々っていうよりかはまあやりたいことですよね。だって自分が全責任持ってやってるから誰に文句言われることもないんですよ、好き放題できるということでね。もうこの生き生きしてるの分かるでしょ、この YouTube もそうです、誰に何も言われへんから好き放題いろんなこと喋れるんですよ。でも誰かに雇われてたりとか、誰かの事務所とかプロダクション入ってたらそんなこと言うなとかね、お前ふざけたこと言うな、僕も以前ありました、案件いただいたところでとあるブランドのところでふざけてたんですよ、ふざけてたっていつも通りこうやって喋ってたんですよ。ほんならそんなこと言わんといてくださいって言われてね、じゃあそしたらやりませんって言って断ったりしたこともあるんですけども、まあ、そういう決断ができるのってやっぱ自分のチャンネルやからね、好き放題できるっていうところで、まあ好き放題って言い方悪いかもしれないけど、自分の好きなことに専念できるっていうところは、まあ、非常にいいんじゃないかなと思ってね、まあ基本ヘコヘコすることなく自分のやりたいことをマットに進んでいくっていうスタイルは取らせていただいております。だからまあ最初に戻ると、まあ、収益の激減っていうのはチャンネルによって多分だいぶ違うと思うんですよ。で僕の場合っていうのは、まあ、事業がちゃんとあるので、別にまあ YouTube の収益っていうのは0円になってもいいんじゃないかなと思ってて、ちゃんと事業で人様を喜ばしていくような活動ができたらいいんかなと思ってねやったりしてます。で、まあ、あとレンタルとかもやってるんですけど、服のレンタルとかはやっぱ冬場がメインになってくるので、まあ、夏って言ったってレンタルする服ないじゃないですか。 T シャツレンタルします、お前の汗いらんねんってなってくるでしょ。だからまあそういうところで、まあ、ダウンジャケットとかがレンタルになってくるかもしれないんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、収益がたとえ激減したとしてもね、自分の事業を作ってはったりだとか、あとまあ自分の認知を上げたいっていう方も非常に多いと思うので、まあ、そういった
ったプラットフォームとしてはめちゃくちゃ優秀なね、プラットフォームやなっていうことで、今度あの Google さんの本社でもね、まあ僕何ヶ月に1回か行ってるんやけど、今度あの必ず出席しなさいっていうパートナーマネージャーのついてる人だけが必ず出席しなあかん会議行かなダメなんですよ。じゃないと外すぞって言われてるんですよ。唯一それだけ強制参加させられてるんですけども、来月ですね、4月にちょっと行かなあかんので、いや今月か、しか行かなあかんので、それ行ってあの Google さんともね末永くあのお付き合いしたいかなと。僕はあの収益なんか0円でもねやらせていただきたいなと思ってますので、あの結局やりたいことやるとか言ってごますりまくってるんやけども、まあ、そういったことでこれからもやっていきたいなというふうに思ってますので、人によって収益は違うと。だから僕みたいに変わってないっていう人もいてるし、むしろ上がってるっていう人もいてるし、逆にエンタメ系の人たちはちょっと下がってる可能性はありますね。っていうのも再生回数も多分落ちてると思うし、単価も落ちてるはずなんですよ。子供向けというかその若年層向けの広告ってあんま打たないんで、大人向け保険とか車とかっていうのを打ちたいので、やっぱ大人30代以上になってくるので、ね、ターゲットがちょっと若いと単価が下がりやすいかなというというふうに、まあ、僕は推測してるんですけども、まあマネージャーともそんな話もしながらね、まあ、あくまで僕のこれは推測ですけども、そんな話をさせていただいたというところでですね、オワコン全部暴露、収益激減の理由というところでお話しさせていただきました、まあ、またね次からはちゃんと服のお話していきたいなと思いますので、たまにはこんなところもいいでしょうということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております、先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。